はい、山本です。私は今バスタ新宿に来ております。はい、まあ、目の前はね、新宿駅の南口がそびえております。はい、それで今バスタにいるんですけども、本日はですね、こうバスを使って移動してみたいなと思います。あ、今までね、こう飛行機レビューがね大半だったんですけどね、今日はバス移動になります。それでね、今回こちら8時20分発の仙台行きですね、この散策バス ATS24 というものを使ってね、あの仙台に行きたいと思います。でチケットも事前にウェブで予約決済済みになっております。はい、でね、僕もこうバスの長距離移動って結構久しぶりなんですよね。うん、それではね、早速バスタの中に入っていきたいと思います。実は僕バスタ初潜入なんですよね。乗るのも初めて、入るのも初めてです。はい、それではね、どんな状況なのかね、お届けしていきたいと思います。バスはね、すべて4階みたいですね。でまずはこうエスカレーターに乗って、バスタの4階に行ってきます。エスカレーターを登って一つ上の階に行ってみました。こちらね、タクシー乗り場でもあるみたいですね。はい、でこう分かりやすいように、下にチケッティング発券所ということでね、バスや空港バス、高速バスは上の階ということでね、この動線に従っていけばね、着くと思います。はい、またね、3階はバスの乗降場ということで、こちらからでもバスが降り場ですかね、きっと。はい、なってます。4階に到着しました。こちらがね、バス乗り場ということで、ここから入っていくみたいですね。早速入っていきたいと思います。4階のね、こうチケット売り場のところに行きました。自動販売機にね、こう購入することもできます。はい、です。各種ね、いろんなサイトからバスがのチケットが販売されてますので、まあ、こういったね、予約済みの方はここから発券することもできるみたいです。はい、まあ、ここにね、バスの予約サイトがあります。で僕ここ楽天トラベルのね、サイトから予約したんですよ。でここにね、予約サイトや路線が不明な方はこちらって書いてるんですけど、楽天トラベルの僕の場合だけは分からないですよね。電話番号を入れて検索するんですけれども、僕の番号を入れてもね、検索画面出てこなかったです。ちょっと僕もでどうやって乗っていいか分からないので、とりあえずね、乗り場の方に行ってみたいと思います。でここからね、予約がなくても購入することもできるみたいです。はい、それではね、乗り場の方に行きたいと思います。バス車内にね、こういったお土産屋さんも売っておりますのでね、お土産に困った方もこちらで購入することができます。はい、主に東京のお土産が売っておりますね。はい、また正面にはね、ファミリーマートもございます。はい、本日乗り場 D の11番乗り場からになります。はい、で今来たんです。バスはまだ来ておりません。はい、まあ、それ以外にもね、いろんなところにね、行ってみますね。20分後には大阪行き、その30分後には京都大阪行き、新潟行き、仙台行き、長野行きということで、こう本当10分とか20分刻みでね、バスがこの乗り場から出ております。はい、他にもね、こう広大な敷地なので、こう ABCD ゲートがあります。で僕が今いるのはね、 D ゲートで、こんな感じのね、ターミナルになっております。それで今の時刻がね、8時2分です。はい、なのでまだね、20分ぐらい出発まで時間があります。看板を見てみると、僕はチケット予約済みなんですけれども、直接乗り場へお越しくださいと書いております。この上のね、散策バス ATS24 というものに乗って今日は仙台に行くんですけれども、はい、チケットはね、おそらく発券しないで、このまま乗り場に来てもいいということだと思います。それではね、バスの到着を待ってたいと思います。はい、バスが到着しました。本日はね、こちらのバスに乗って仙台に向かいたいと思います。はい、それではね、乗車していきたいと思います。こうブランケット関係はね、ここから持っていくみたいです。はい、で本日はね、こう 6-D という座席で、こちらですね。はい、座席だったんですけれども、見てください、めちゃくちゃ足元の感覚が広いです。すごくないですかこれね。で座ってみるとね、実際こんな感じです。めちゃくちゃ広いです。こう足のこうギリギリ届くぐらいですね。めちゃくちゃ広いです。でまたね、新車の匂いがします。結構ね、バスって古い匂いで酔うタイプなんですけども、これはね、全然酔わなさそうですね。仙台行き、まもなく発車となります。ただいま容赦ないとご案内申し上げます。そちらをどうぞお聞きください。それではまもなく発車いたします。
はい、最初の、ね、休憩ポイント、栃木県の佐野サービスエリア到着しました。およそ20分弱ほどの休憩時間取られております。その間にね、今回座席の紹介していきたいなと思います。はい、で最初の方にお伝えしたんですけどね、かなり足元はもう広々使えます。でまたね、こうフットレストがあるんですよ。フットレストをね、あ、このこれですね、このレバーで下げることができて、またこう上がってきます。でこれ結構な角度なんですよ。ほぼフラットになるので、すごくねこれ足は楽ですね。はい、それでまたこうリクライニングもあるんですよ。でアナウンスで最初にあったんですけれども、最大限リクライニングしてもあまりね邪魔にならないように、この前後の間隔をとっております。はい、でもマックスのねリクライニングはこんな感じですね。はい、こうフットリストの角度がものすごくフラットになるので、正直この角度はね足りないかなっていう感じがします。これはもう少し倒れれば、足元のフットレストとちょうどいい感じになるんですけれども、少しね、まあ、リクライニングが浅いので、この足の角度と、まあ、うまく合ってないかなっていう印象です。なのでね、こう寝るのにはねフットレストを畳んだ方がね寝やすいかなっていう感じはします。はい、まあ、ただ本当にこう足元が広いので、前の方が最大限にリクライニングされても何も影響がないですね。これはすごいです。はい、まあ、実際こう背もたれが倒れてくるのですけれども、前後の間隔がものすごく広いので全く圧迫感はないです。はい、そしてね、嬉しいのがね、ここにUSB のポート、はい、ここですね、 USB のポートがあるのと、あともコンセントもねあります。はい、佐野サービスエリア到着です。初めてねこうサービスエリア来ました。これもうこのね、本州のバスもね、実は2回目ですね。以前、八戸から東京まで深夜バス乗った時以来ですね。で、また佐野はこう、ラーメンが有名ということで、今こちらで麺を打たれてる職人の方がいらっしゃいます。はい。もうサービスエリアの外にもフードトラックが多いあります。ただ、こちらのお店は今日は営業されてないみたいですね。芋煮、あ、山形の芋煮ですね。はい、佐野で芋煮。あとはまあこういったね定番のもの、焼きそば美味しそうですね。はい、あと焼き芋も売っているみたいです。あとはすごい米沢牛、こう佐野栃木なんですけどね。はい、うわすごい値段だな。すごい高級なお肉の串が売っております。はい、豚まんも美味しそうですね。すいません、サーロインの串と炙りベーコンを。はい、もうこんな感じですね。唐揚げも取ってます。で中はねこう軽食休憩所レストランが入っております。で中の売店で佐野の名物があったので、ね、買ってみました。これですね、小金という饅頭ですね。ミルクあんが中に入っているみたいです。それとこう栃木、ね、近郊でこう飲まれてるね、通称レモン牛乳と呼ばれるこう乳飲料ですね。これも買ってみたんですよ。初めて見ましたね。はい、なのでねちょっと楽しみに、見た瞬間はちょっと一目惚れしちゃったんでね、買っちゃいました。はい、それではこれ噂のレモン牛乳とやらを飲んでみたいと思います。はい、こんな感じですね。なんだろうな、なんか牛乳に甘いレモンがっていう感じですかね。もう少し個人的にはね甘さ控えめで酸っぱい方がね美味しいなと思うんですけれども、で次こちら小金入れていきたいと思います。で中見た目はねこういった感じですね。はい、で割ってみるとこう中にミルクあんが入っております。博多の通りもんとほとんど同じ味ですね。美味しい。福島県の朝霞サービスエリア着きました。はい、ちょっとね雨が強くてひどくなってきてますね。はい、先ほどね佐野
サービスエリアに比べて、佐野、そうですね、佐野サービスエリアに比べたらですね、あの小ぶりのサービスエリアかなっていう感じですね。はい、この移動の2時間ぐらいね移動してたんですけども、ずっと寝てました。はい、それはちょっとね探索してみたいと思います。お、すごいピアノがありますね。はい、あのねピアノがね置いてたんですよ。ストリートピアノみたいな感じで、ちょっとね弾いてみたいと思います。あの僕はねこうよそ様にこう披露できるほどの腕前ではないんですけれども、体が覚えてる部分は。それではバスに戻りたいと思います。失礼いたします。大変長らくのお乗車お疲れ様でございます。でおよそ10分ほどで終点仙台駅到着予定となります。お降りの際はお忘れ物落とし物ございませんようお支度してお待ちください。また恐れ入りますが、車内で出ましたゴミ、ペットボトル、空き缶等は恐れ入りますが、お客様ご自身でご処分いただけますよう車内理科にご協力お願いいたします。大変長らくご乗車お疲れ様でございます。まもなく終点仙台駅東桜橋ターミナル到着でございます。お降りの際はお忘れ物落とし物ございませんよう今一度お座席前の確認お願いいたします。またリクライニングシートを倒されているお客様、それにます後方のお客様が降りやすいよう元の位置にお戻しいただきますようお願いいたします。またブランケットをご利用になられたお客様、そのまま座席に置いておいてください。本日は早速バス仙台駅ご利用いただきまして誠にありがとうございます。またのご利用お待ちしております。また場内バスが完全に停車いたしまして、ドアが開くまでは危険ですので、そのままお座りになりましてお待ちください。仙台駅到着しました。今回ね8時20分に出発して、帝国通り2時到着しました。5時間40分ぐらいですかね、なります。途中に2回休憩ありました。でね、やっぱねこれ特徴、やっぱ座席がねものすごく伸び伸び使うことができました。本当に良かったですね。リクライニング倒しても全然他の後ろの方、前後の方に迷惑もかからないぐらい、あのシートピッチすごい、本当にすごいシートピッチでしたね。うん、でまたね実は今回の金額2500円だったんですよ。はい、で楽天トラベルから予約して 5% オフのクーポンがあったので、実際は2375円ですね。で公式サイトから予約したらもっと安かった気がします。2300円ぐらいだったかな。はい、本当にねすごいこの安い金額で、あの東京仙台間移動できました。本当にねすごいですね。で2列の8列、2席が22の8列なので8時32、32人しか乗れないんですけれども、本当にこれであの経営が成り立つのかなっていうね、心配するぐらい本当に安い運賃でした。快適でした。うん、久しぶりに僕も高速バス乗ってみたんですけどね、全然快適でしたね。ただね車内の Wi-Fi、 これがねすこぶる遅くて1メガもなかったです、スピードが。それだけが残念でした。はい、それ以外はね本当に火のつけどころがない。バスも新車、ほぼ新車でね綺麗でしたし良かったと思います。はい、それでは今回の仙台から、あ、ごめんなさい、東京から仙台まで高速バスで移動してみた動画でした。今までね飛行機レビュー中心だったんですけどね、まあたまにはねこうバスもいいかなと思いました。はい、それではねここで終わりたいと思います。この動画見てね参考になったなと思った方、いいなと思った方、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターとインスタグラム、こちらもね合わせてフォローの方よろしくお願いいたします。それでは今回はここで失礼します。ありがとうございました。